目標は、うん、昔みたいにはなくなったんですけど、あの、やっぱ昔は世界チャンピオンになりたいとかあったけども、うん、それをもうなっちゃって、ね、今なんかこれっていう目標はないんですけど、うん、まあとりあえずあの、まあもう24ですから、うん、あの、そんな長くやるつもりはないので、うん、はい、あとまあできるところまで、あの、一試合一試合頑張りたいなっていうことと、うん、あとはまあ、あの、強い選手とどんどんやっていきたいなって。後半になってくると水びしゃになっちゃうから下ね、頑張ってください。1ラウンドか肘自分のやつ見て、まあ、いつも通りかな。お特に変わったことはないです、うん、試合前なのに2人ともリラックスされてるんでびっくりしました、ね、いつもこんな感じだし、いつもこんな感じもうこの子もちっちゃい頃からずっと同い年ぐらいなんですか。ちょっと上ぐらい、でもまあ同い年かな、26ぐらいだった。あ、そうなんですか、はい。そうですか、ちなみにどう。そうですね、まあ、あの、本当に分からないって感じだと思います。はい、もう絶対に、あの、僅差な試合になると思いますね。やりました。なんかまだ初めて 2年ぐらいって聞いたんですよ。あ、そうですね、2年経ってないかもしれない。経ってないですね。小さい頃にテコンドーはやってて、でも本当中学生くらいまでしかやってないんで、大学生になって、そうです、ダイエットのために始めたんですけど、楽しいですね。どういうのが楽しい？まず、ジムが楽しいですね。ジムが楽しいし、試合やってる時も楽しいですね。やっぱ伊藤さんがいるからみたいなところもありますか。そうですね、さやさんもいるとちょっと嬉しいかすごいインスタのいい写真もね撮ってましたけど、すごい仲良さそうだ。私ずっと一人だったんですよ、女子が。あ、そうなんですか。今まで、あ、まあ昔はいたんですけど、ずっと一人でやってたから、女の子すごい今嬉しくて結構前に来る感じかなと思います。あ、打ち合いになるような。はい、ありがとうございます。帰る途中で拾って、Thank you.
試合、女子49キロ契約2分3ラウンドを行います。青コーナー紹介勝利、ゆりこ勝負会。レフリーアラビア。ファーストラウンド終了。青コーナーゆりこ紹介紹介する。第2試合続いてのラウンドが最終ラウンドです。最低の結果を発表いたします。ジャッジナルンチョン29対28、赤コーナー阿部。ジャッジノコディソン29対28、赤コーナー阿部。ジャッジソンマイ29対28、赤コーナー阿部。以上3対0、3対0をしまして、勝者赤コーナー阿部まとい。勝ちました阿部真由選手には勝利者賞が贈られます。3対0の判定勝利、阿部真由選手にどうぞ大きな拍手をお送りください。スタミナあったの？ありましたね、後半押す、うん、だろ、はい、だから後半でいつもお前後半で負けた、後半ダメなんでいつも、はい、うん、まあでもいつもよりいいんじゃない、基準も入ってたし、あの肘入ってたけど切れないじゃん、肘入れてもね、一ラウンド目しっかり取ってて、はい、あの前でよかったんだけど、二ラウンド目でちょっと前に出過ぎちゃったとこを、はい、ジャブとパンチもやって、パンチの打ち合いが苦手、はい、もう試合ごとに強くなってきてるし、もっと首相撲もあのガチャガチャやりすぎちゃったの、はい、もうちょっとしっかりいつものように入れなくて、うん、そりゃそうだよ、それが勉強だよ、はい、ラウンド目良かったですけど、圧に、うん、相手パンチ早くて、回転が早くて抑えちゃいました。ダメだったところをちょっと直さないとなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。こんにちは。3回戦、3回ですか。いや、なんかここ、ここドア、ドアで大丈夫。俺と同じぐらいで蹴るな。特に大きなそのこれに向かってっていう目標はないんですけど、あの一つ一つの試合をしっかりと勝ちたいなって思いますね。まあ、私も結構トップの方にいるので、あの本当に強い選手と毎回できたらすごい嬉しいです。Oh, my God.
試合に先立ちまして、大国勝利の前ワイクルーでございます。
勝ちとかじゃなくて、いかにこう相手に的確に当てるか、下がってても当ててた相手がやっぱ勝ちだったし、まあ、そこはすごい上手で、本当にタイですごいベルト取ってる選手だなってすごい感じましたね。まあ、本当にお疲れ様って感じです。かっこよかったよっていうのがやっぱ多かったですね。全然負けたけど楽しそうだったねって言われましたね。それはまあ、はい、勝負なので負けっていうのは悔しいですけど、相手ちょっと足引っ掛けたもん、しょうがないかなって。これが
今度あの5月21日にあの地元の八王子で開催されるメイロークガールズファイトっていうムエタイの試合が開催されるんですけど、あの場所は藤森体育館であのやるのでぜひ見に来てください。の5月の最初の方にあの試合が決まってて別のところで、だからあの多分これには出れないんですけど、メイロークはうちのジム勝負会が開催してて、本当にムエタイの試合なので、あの独特な雰囲気とムエタイ のかっこいい姿が見れると思うので、興味ある方はぜひ来てください。もう一応会長に決定と言われてるので、あの初めてオーストラリアで私試合するんですけど、あの一応タイトルマッチっていうことで、あのベルトもかかってるの でオーストラリアの人と対戦するんですけど、勝ってベルトを取りたいなとは思います。わかりました。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。またぜひ、またぜひね、今度はあの遊びに行きますか。あの寄ってください。カイリングやろう。ガードレスやから。Yeah, yeah, yeah.